私たち2年前から、内密出産を開始しまして、その当時韓国には内密出産、秘密の出産という制度はなんていうかシステム自体がなかったわけです。ですけども、この時点、2年後になってみますと、韓国はもうすでに法整備がなされて、いまだ日本では議論すら、つまり国会という、立法機関での、議論すらなされていないというところで、どうしてそうなってしまったのかなというのは、考えさせられますし、ぜひそこは菅先生にお伺いしたいなと思っているところであります。ベビーボックスの影響はやっぱり大きいんじゃないかなと。私がこの問題をについてお話しするときに必ず触れるのは、その養子縁組の歴史の違いですね。それ以外にも様々な要因はあると思うんですけど、戦後の日本と韓国の児童福祉の発展というのはだいぶ違ってまして、1950年代前半は日本の方がアメリカに海外養子縁組に出される子どもの人数が3,000人以上上るというそういう時代があったものの、その以降、それ以降は施設で保護するっていうそういう流れがありました。で、今は児童福祉法改正でだいぶ今変わってるんですけれども、一方で韓国の場合は、その朝鮮戦争後非常に貧しい中で、海外養子縁組を1950年代後半からは、国を挙げて、政策としてやってきたわけですね。で、そうすると、その1950年代後半から本当にそのいわゆる出自を知る権利が保障されるような記録がきちんと保管されていたかということは、おそらくその時代の感覚としては二の次の問題で、でどんどん海外に子どもたちを送って、でそれが1980年代に一番多かったわけですけど、彼らが成人して帰ってみると、こんなに豊かになった国で一体なぜっていうことで、その子どもの権利を守る、ですから、女性が妊娠したら、その本当に予期せぬ妊娠で自分で育てられないという場合は、出生届を自分では出さずに、子どもを養子に託すというわらの上からの養子、そういう慣行が行われていたわけですね。で、そうしたものが、海外のその養子縁組当事者の方々からの問題提起によって、2011年に乳幼特例法が改正されて、子どもの出自を知る権利、その管理をきちんとしようというふうにして、かなり大きな負の遺産を背負いながら、それを改善すべく取り組みがなされてきました。で、そうすると、ベビーボックスが自分ではとても出生届出せないという女性たちの、受け皿になったということは否定できない事実だと私は思ってるんですけど、で、そうするとそこに預け入れられる子どもが非常に増えて、ですからある意味日本でそのコウノトリのゆりかごが報道される件数と、韓国でベビーボックスについて報道される件数は圧倒的に韓国の方が多いですし、社会に周知されてる。ですから一般の人々はそんなに詳しい仕組みや背景や課題や改善が必要な点や、そういうことを熟知してなくても、パッと入ってくる情報で、子どもを助けるため、困ってる女性を助けるためならいいんじゃないかっていう、おそらくそういった感覚で、ベビーボックスは社会に根付いていったんだと思います。で、しかし今まで2,000人を超える方々がそのベビーボックスを訪れて、で、その中には自分で育てるようになった、あるいは養子縁組に託すっていう方もちょっと含まれてはいるんですけど、ほとんどが面談ができていますので、そういったことも含めて、このままその多くの子どもがベビーボックスに預けられることを、その民間にそういった役割を任せていいのかっていう問題提起もたびたびありました。で、そういう中で、ベビーボックスのその運営側からも、そのドイツの内密出産を参考にした制度設計ができないかということは、
その考えていて、まあ、それが議員立法の案として出されたりしたわけですけど、それが今回 の、 その2000人の消えた赤ちゃん問題が社会に与えた衝撃は非常に凄まじいものがありまして、でもう出生通報制度については誰も反論できないぐらいの勢いにいったり、それと同時に保護出産制度をこの機に一緒に導入しないと、またその危ない境遇に置かれる女性と子どもが生まれるということで、おそらく非常にこう勢いがそこで一気に高まって、法制とかまで至ったのかなと思います。なんか数的なところありますね。確かに2000とかいう数字は今の日本の私たちの入りかごでは、まあ、17年間で170とかそういう数字なので、2000人が出生届出されてないとか、2000人がベビーボックス出身だとか、そういったところのやっぱりインパクトは日本の方が人口は多いですよね。そうですね。でもそういった中で、それは、一つあるのかなと。で多分こっちを優先すればこっちがなんかないがしろにされるっていう、そこの葛藤も韓国はあったのかなと。その通報制度ができたら今度はまたベビーボックスに後戻りじゃないかっていうな、多分懸念もあったのかなと私は推測しますけども。そうですね、出生通報制度の導入、そうです、そこに具体的に、そうです、今蓮田先生から言われて、ああなぜかなと思ったんです。ベビーボックスに逆戻りっていう批判よりは、孤立出産をするこう危ない目に遭う、そういう母子が増えるんじゃないかっていう危惧でしたね。それがそのベビーボックスに、ベビーボックスは実はですね、そこが、自宅分娩が圧倒的に多いかってそうではないんですね。ですから今回明らかになったその出生届が出されていない子ども赤ちゃんとも関わることですけど、新生児に臨時の番号が付与されて、でその後住民登録番号が付与されていない子どもということで明らかになったのが2200人余りの子どもでした。ので病院でベビーボックスに預け入れる場合でも病院で分娩して、でそのまま預けるっていうことはあります。そこもちょっと日本とは違う点かなと思います。なんか私がちょっと疑問に思ったのは、その日本も韓国もジェンダーギャップ指数がですね非常に低くて、まあ、家父長制の強い国だというふうに認識してたんですけど、まあ、さっき蓮田さんがおっしゃったみたいに、その日本のやっぱり内密出産の法整備を、まあ、その抑制するものとして、まあ、伝統的な家族観、まあ、親が子どもを育てるべきだみたいなところがあるっておっしゃったと思うんですが、韓国ではそういうハードルというか、そういった視点での反対というのはなかったのかなというのはちょっと気になりました。韓国で の、 その反対はそういう、論調ではなくて、匿名出産ですから身元を明かさずに出産できることが全て解決になるわけではないということで、今おっしゃったようなよりこう家族性的な価値観を変えていく必要がある、あるいはその女性が一人でも子どもをきちんと育てられるような支援を強化すべきだ、あるいはその社会の偏見をもっとなくしていくべきだということで、今回の保護出産制度について反対の意見を出したのは、子どもの権利を擁護するそういう方々でしたり、いくつか団体が声明出したりしたんですけど、女性いわゆる伝統的な家族観がこう、まあ、損なわれるからっていうのはないように思います。なるほどですね。子どもの権利というお言葉が出ましたけど、子どもの何の権利ということでしょう。そこが結局その自分のおそらくですね、今の韓国で
一人で子供を産み育てる支援がまだ発展途上の状態で、子供を手放すことができる制度が導入されることによって、本当にいろんな支援を入れて、本当は自分で育てられるけど保護出産を選ぶっていう、そういうふうに流れる危惧はやっぱり拭えないという批判ですね。とてもこうご批判を受けるかもしれませんけれども、昔17年前とかで、ゆりかごに赤ちゃんが預けられると。で、預けられた赤ちゃんを実の産んだお母さんとかお父さんがやっぱり自分で育てたいんだと、なんかとても拍手喝采して美しい感じで よかったですねって言ってたんです。今考えは変わってます。で、その極端な話は、その170例の中で2例については結局赤ちゃんが親御さんのもとに戻されて死んでしまったんですね。一つのケースはその虐待死、もう一つのケースは、まあ、無理心中も結局虐待にあたるわけですけども。やっぱそこは私たちも反省して考えさせられました。産んだお母さんが育てれば赤ちゃんが幸せかっていうと、本当に赤ちゃんの幸せのことを考えた時に、乱暴な言い方かもしれませんけれども、いやむしろお母さんが育てない方が幸せだったと思うことが多いんです。それは女性たちが悪いというよりも、そもそもその女性たちが多くの場合こう虐待とか過干渉を受けてきて慈しまれて育ってないわけです。そういった人が我が子を育てるということがいかに困難か、それから経済的にも厳しいですし、支援してくれる人もいない中で育てたら、もう大体半年くらいで行き詰まってしまってます。そういった苦い経験を重ねてくると、あ、こんなことだったら最初から匿名で特別養子縁組の方が赤ちゃんの何て言うか心穏やかな日々という意味ではそっちの方が良かったんではないかと思うことがもう多々重なってしまって、でその中でたまに私頑張りますっていう女性がいると頑張ってくださいねって言うんですけど、やっぱり半年後になるとやっぱり残念な結果になってしまうっていうことの繰り返しになるので。最近私が菅先生に噛みついてしまったのは、じゃあ何の権利かってなった時に、赤ちゃんが子供がやっぱり自分は何て言うかビクビク怯えることもなくて日々これ穏やかに過ごすことがやっぱり大事、第一はその命が守られることなんですけども、心穏やかに慈しまれて育つという環境でいくと、私たちの世界ではむしろその実の親御さんが頑張って育てない育てるよりも、仮に匿名であったとしても養子縁組になった方がうまくいってるケースの方が圧倒的に多いんですよね。なんかフランスでも私すごく印象に残ったのが、産むまではお母さんの意思を大事にして、生まれた後は赤ちゃんの調子を見て決める。で、確かフランスでも匿名出産をした女性の2割が手元に戻したいって希望するんだけれども、すぐにじゃあって放り出すんじゃなくて、専門職入院させたりとか、そういう措置をしますと。で、それでも難しい時はやっぱり赤ちゃんを特別養子縁組出したりとかっていう、課題を抱えつつですけど、なんかその視点のチェンジっていうのがすごい、すごいなっていうか印象に残ってるんですけど。愛着障害とか愛着形成という言葉がありまして、赤ちゃんが生まれてから3ヶ月頃からやっぱりいろんなこう認識し始めて、そこでやっぱり大事にされるかどうかっていうのが、そのこの赤ちゃんの一種こう人生を決めるようなところ、もう3ヶ月くらいから始まって、1歳くらいまでがとても大事な時期だと言われている中で、その期間に実のお母さんがやっぱり育てようと試みるけどうまくいかなくてっていうような、あるいはその過去あった中ではもう彼お父さんとも大喧嘩するわけですよね。その2人で育てるのは良かったけれども、赤ちゃんの前で決してそれはいい話じゃなくて、やっぱり感受性をそれなりにやっぱり1歳の子でも持っているわけなので、あ、こんなことだったら
2人じゃない方が良かったなって思ったりすることもあります。だからこの3ヶ月から1歳になるまでのこの期間を実のお母さんが試行錯誤するっていうのは確かにお母さんのためにはいいのかもしれませんけども、うん、赤ちゃんの視点でいくと非常にやっぱりもう生まれて間もなくなのに過酷な、なんていうか環境で育ってるなっていうのを感じて、やっぱ過去ですね、もう警察沙汰になるような喧嘩をするご夫婦もいたんですよね。なんか お子さん可愛いし、熊本に来て熊本頼って、うん、熊本県外からでやっぱり自分たちを育てますって言ってもう応援しますって私たちも言うんですけども、だんだん時間が経ってくるとやっぱ大喧嘩になると、警察沙汰になるくらいの大喧嘩で、そもそも彼女とか彼がそういうふうに育てられ大事に育てられてないから、ちょっとしたことでわーってお互いが言い合うような形になってしまって、その大喧嘩の中に赤ちゃんいるわけですよね、うん、なんかこう、うん、綺麗事じゃないなっていうことは感じますね。